これがなんとかステートライブラリー。ん？クイーンビクトリアスマーケットに来てみました。空いてると思ったら空いてませんでした。今日はマンデー、マンデーは空いてないそうです。せっかく来たのに。はい、これがステートライブラリービクトリアっていう、図書館、大きい図書館で、中にミュージアムとかあったりして、あとショッピングなんだろう、こうお土産屋さんとかもあったりして、前も一回中入ったことあります。今から行ってみましょう。図書館から出た瞬間晴れました。ただやっぱメルボルンの天気は変わりやすいね。ここがフィンダーストリートステーションっていうメルボルンの結構メインな、電車のステーションです。 This is the, one of the main street, I mean, train station in Melbourne here. そのクロスステーションに着きました。マイキーが強い。クランドというところに向かっているんですけど、10分ぐらい迷いました。なんか恥ずかしくて人にも聞けず、So I was like getting lost for 10 minutes maybe. Google マップさんに聞いてこっち行きらしいんですけど、さて本当にドッグランドに着くかわからないっていう。しかも今日すごい暑くて、なんか40度、多分オーストラリアでも結構もう国内ですごい暑いと思うんだけど、結構40度、こっちメルボルンなんか40度、 40 degrees everyone time it's so hot って感じです。やっぱりメルボルンの人って結構優しいらしく、やっぱ評判通り優しいらしく、あーメルボルンいいなーって、シドニー好きだけどでもメルボルンもいいなーってちょっと思いました。どうしよう、引っ越そうかな、なんちゃって。でも結構友達、こっちの友達には引っ越してきなよーとかって言われてるんで、ビルがすごいカラフル、なんかメルボルンっぽいね。クラブも走ってるし、 We actually inin front of Bergmanna Park in Melbourne. It's 水曜日なのに。It's Wednesday still. So many people. Can't believe it. 念願かなってセントキルダビーチに来てみました。今日は40度だから水にも入って、水も水温もいい感じだし、すごいあったかいし、エンジョイしてます。メニューが面白い。ウェイクアップコーヒー。ミュージックトゥーヨーイヤーズ。メルボルンに行きます。ちーちゃん。それ、動画？動画。メルボルン。3日目、最後。映らない、私。あ、ほんとちっちゃい。ちっちゃ。ちっちゃSNS で、あんなに帰らないって言ってたのに。帰ります。帰っちゃう。